よし。お待たせしました。お、安定してる。OK。第41くらいにランクインしました。大丈夫ですね。ありがとうございます。よし、FM エリアが安定してる間に進もう。リファイス、すごい勢いで溶けるんですよ、あれ。あ、そう、暴風、風がすごいですね、こっちは。風力発電もたくさんあるっていうんで、息も強いらしいです。ソフトクリーム美味しかったけど、世話しなかったです。釜揚げで美味しかったですね。4月末に解禁っていう、お、何かと思った。4月末に解禁されたしらす丼らしいんですけど、丼というかしらす。嵐だっけ、釜揚げ丼。あとですね、これこの明石海峡橋のメインケーブル、あ、カラカラいってるな。これは命綱が、ちょっと待ってください、 GoPro の命綱が今繋がってない。よいしょ。ちなみにさっき GoPro 実は途中で電源切れてたみたいで、今度は大丈夫だよな。今これ防水のハウジング中途半端な状態なんですけどに入れていて、それでケーブルがうまくつながってなかったっぽい。外から自由に結婚してないので。で、そのケーブル使ったのがこちらです。なんて重そうな椅子。どうですかこれ。あれ暗いですか。GoPro、アメリカの方だったらかなり知られてると2ちゃんに書いてありました。ん、何が変に。ちょっと座ってみますか。ゴミ箱よいしょと。わあ、これ子供用だな。浅い浅い、腰掛ける深さが浅い、深さが浅い。あ、ヘルツ。座り心地は決して良くはないな。目標予定勘弁。うん、今日一人旅です。羽田野さん、放送始まって5分以内に羽田野さんという持ち列が出てこないことはここんとこないだろうな、きっと。じゃあ進みましょうか。そう、道の駅、さっきツイッターで、あ、暑くないです、道の駅ですね、2枠目です。あ、道の駅淡路は1階と2階にそれぞれ食堂があって、1階の方はもうスーパーじゃないけど、スナックコーナーみたいなところな感じで、かなりお安い、私はそっちで食べました。で、後で気がついたんですけど、2階にもっとお高級な感じのところがありました。牛丼とか海鮮丼とかやってるところが。雨来たらやばいですね。一応機材的には放送続けられるようには努力してるけど、前回振られた時はウェブカメラがえらいことになりましたね。旧秋の雨来たらやばいね。旧秋の雨、うん、じゃあ進みましょうか。全然進んでないけど、そう、ちゃんと一回の道の駅のそこそこいいレストランって感じのところがあって、もう行けるというので、なんか今頭の中に伝統コードのシャドーボクシングが出てきたな。15時、あ、そうですね、一周は今日はできないです、私には。今日は半周もないぐらいだけど、まあ南の端っこまで行って道の駅泊まろうかなと思ってますけどね。でも道の駅あれ、あんまりなんか久し向き先がなさそうな。ん、カクテル時間大丈夫です、確認しました。あ、かぶってるのあれか、わかった。野口五郎やめた方がいいかな。今これウェブカメラにですね、あ、八木さんいらっしゃいませ。ビニールテープでひさしを作ってるので、そのひさしがちょっとさっきバッグの中に入れてて歪んじゃったんですね。よっ、これでいまいちだな。新幹線で来ました。こうやってしまえばいいか。これでいいか。これでどうですかね。うん、これで
ギリギリの状態になったはず。これでいいですよね。よし、GoPro がちょっと重いけど。ずっと顔を見せてください。ずっと顔、私の顔はそんなに干渉に耐える状、干渉するようなものではないというのは自覚はある。気持ち悪い顔とは自分では思ってないけど、うん、普通ぐらいだと思いますけどね。そう、半時計回りです。今日は楽な方で行きます。で、残り2日を使って楽じゃない方をじっくり、まあいい言い方をするとじっくり走ります。ある意味じっくり走ります。西浜ますよ。あ、という人名か今のは。講演会って書いてあったから。西浜増代さんですね。淡路島は初めてですか？あ、淡路島初です。10段階で8くらい、かなり高いな。APP って言うとっていかんな。最近見てる動画の影響を受けてる。そう、じっくりゆっくり走、疲れないように、鍛えられないけど疲れないように。おお。今これ追い風なんですけど、今日南端までで50キロ60キロぐらいのはずです。でもこのペースだと遅くなりそうだな。寄り道とかもするし、どうせお医者さんごっこやったことないな。あ、そうです、明石海峡大橋、漆器、漆器ムンムンのホラーアナと熱気ムンムンのジュリアナ。あ、玉ねぎソフト 見つけられなかったです。雨雲、あ、関空のやつか。お医者さんごっこブーム。あ、しまった、また忘れてた。何人をコミュニティに入りましたってやつと何位にランクインしましたっていうのを読み上げないように正規表現で引っ掛けてしまおうと思ってたのに、また忘れてた。あー、カレー、確かに。私は玉ねぎの具は人参と玉ねぎが一番。いや、あれ、今何の具って言った？インしました。インしました。今玉ねぎの具って言ったっけ？カレーの具としては、カレーの具としては玉ねぎと人参が私は最重要だと思ってます。人参は甘み的に、まあ、玉ねぎも甘みはあるけど、洲本だと東岸ですよね、東岸ですよね。あ、サンフラワーだ。じゃがいもはまあまあのランクにはつけてますけども、トップランカーじゃないな。うん、あ、ぶれる。コツは手ぶれに強いカメラを買うこと。そこそこのシャッタースピードが出せるやつが、今私が使っているのはキヤノンパワーショット S95 ってやつで、今 S100 っていうのが最新モデルだったかな。これなかなかいいです。カレールー、あれは具じゃない、あれは背景。あ、で、電波結構ところどころ悪いみたいですね。コーン、一目でわかるサンフラワーっていうのは配信じゃ見えないか。今画面の真ん中あたりに映ってるって、映ってないのかもしれないけど。プト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 か。まあ移動するしかない。あれ、ミックスはコーン、グリーンピース、人参のやつと、あとブロッコリーとか入ったやつもありますよね。 S100 はプスついた。え、S100 10ピースついたんでしたっけ。お、海が見えた。海が、江崎灯台。貧乏なのでたまにスカレーになります。スカレーって
そんなカモメの水平さみたいな。サンフラワー。サンフラワーです、あそこにいるの。5ある。うん、ビットレートだけじゃなくて、本当に落ちるときは極端に落ちるので、通常配信でも厳しいと思います。規制がかかっているのかもしれないし、単に電波があるのかもしれない。ふう、早速向かい風出てるな。あれ、今 GPS の地図出てなかったな。あれ、一部取れてないか、これ。あ、じゃなくてヤフー地図がないんだ、この縮尺の地図が。暑いけど、とりあえず降らなくてよかった。今のところは降ってなくてよかった。気取っていう名前じゃなくて、気取っているということか。あ、いいところですね。いいところ映ってますかね、今は。蒸し暑い。降ってないからいいけど、蒸し暑い。ずっとこんな感じの道なのかな。だったら楽でいいですけどね。風向きをこの後どうなるか。お、いらっしゃいませ。あれ、江崎灯台過ぎたな、きっと。あれ、あったっけ。地図だと過ぎてる。お、いらっしゃいませ。声とか言ってるんでしょうか。一応前頭海沿いの道は、あ、プツプツか。海沿いの道は電波あることになってますけどね。実際は繋がるわけ、必ず繋がるわけじゃない。電波結構厳しいですね。ですかね。クロッシーにしないの。クロッシーはあんまり意味ないと思うな、こういうところだと。なんかしぐれにの匂いがずっとしてる。ああ、自動延長忘れてた。実家はありがとうございます。実家大丈夫です、確認しました。逆にクロッシーいいのかな。クロッシーは別にこういうとこだと、どっちにしろクロッシーだってフォーマの回線を使うことになるんじゃないですかね、ここだと。内部的にはあれ、自動無料値をオンにしてた、忘れてた。今電波ありますよね、これは。淡路の真ん中は通らないんですね。真ん中どうしようかなと思ってるんですよね。まあ明日のショートカットのルートとか、中に行くと山になるんですよね。天気良ければ登りたいけど、天気悪いとあんまりかな。過ぎてますね。過ぎましたね、江崎灯台。今来ました。猿島に渡ったんですか。猿島ってどこでしたっけ。淡路島の周辺ですかね。生放送で GoPro で撮ったダイビング動画流している人が、今ここってすぐの GoPro 動画を流す生放送ですかね。今来てますよね。今ここはある。なんかずっとあの甘辛く醤油で煮た感じの匂いがしてる。範囲が広すぎる匂いにしては。あ、これだ。西山佃煮さんの工場から来てたのか。正面から風吹いてたから。ちりめん生姜、ちりめん山椒。あ、水中のやつは多分専用のハウジング使ってあるんじゃないですかね。そう、7ギガバイト。すごい。社員、7ギガバイトの制限ありますが、どう思いますか。
あ、7ギガって転送量か。7ギガって何日分だっけ。1日で数ギガだったと思うんですけどね。予約、いや予約ですよ、これはギリギリで取ります。あれ取ったよな、ギリギリで。あれこれスタート時間ちゃんと12時半になってますかね。確か予約でちゃんと取ったと思ったんだけど。あ、そうそう、あの原発と放射能と放射線とセシウムとベクレルとシーベルトを読まないようにしようかと思ってたんですよ。でも意外と難しい。読み上げで正規表現でその音素に分解した段階でそれらのキーワードを抽出して消してしまおうかなと思ったんですけどね。でも回避しようと思えばいくらでもできるんですよね。例えばセシウムだったりセシウムだったりセチウムだったり。お墓もあの通り過ぎなんてしなくなりました。佃煮の匂い、確かに山椒とか生姜の感じが混じってた。今のは後付けで言ってるけど。震災博物館系はちょっと中映せるかどうかわかんないんでいつも行かないんですけどね。場所はどこにあるのかな。現地ってそんなもんですかね。だったらフォーマのままでいいな。どうせ私がよく行く田舎の方は変わらないんだし、転送速度は。人歩いてないですね。お金か。はあ、今ここはもうぐるっと回り込んでそろそろ南下を始める頃ですかね。クララ宿は道の駅で軒先借りるつもりなんですけど天気次第かな。風強い。うん、すまん。ああ、28歩道車道？何が？科学に詳しくないです別に。あれ予約になってないですかこれ。爆弾がお許しください。意味がわからない人すいません。ゆっくりキャラでは、ゆっくりキャラってあの2つしか知らないです。あ、3つ知ってる。どれがどうってことはないな。多分予約枠じゃないと思います。あ、ないですか。じゃあ撮りながら行くかな。あれしたつもりだったのにな。慌てすぎて間違えたか。これまさか個人宅。かっこいいな。買えないですね、着物。個人で買ったことはまだないです。実家では買ってたけど。緑のパナのマウンテンバイクです。半時計です。今日は楽な平坦な方を通ってます。いつも初日は50キロぐらいで、初日は絶対寝不足で時間も短いからその移動時間が入ってて、だから初日はいつも抑えてます。明日からはもう超本気ですけどね。あ、自動ワクトリあるんですけど、今私の環境だと手作業でやらないとうまくいかないんですよ。昼食は釜揚げしらす丼食ってきました。500円、プラス味噌汁100円、プラス筑前煮100円。
で、300円のビワミックスソフト食ったんで、結局昼飯で1000円使った。空き地か。そう、空き地とかだと水場がないのがあれなんですよね。まあ、汲んでくりゃいいんだけど、どっかで。まあ。今の民家なんかデザイン系っぽかったですね。レイムとマリサとあのひどいひどいの人、あのおーひどいひどいっていう人、私が知ってる動画だとキメイマルって呼ばれてました。長方機ですけどね。ん、長方機、風ひどい。別荘かもしれないですね。普通の民家にしちゃなんかあんまり。散髪は多分1ヶ月2ヶ月ぐらいだと思います。いつも前回行ったのがいつとか覚えてないんで。こんにちは、今日はだいぶ蒸し暑くないですか。今日蒸し暑いですよ。風受けて走ってる方がまだいいな。 X バンド無プレイダネットワークを、うん、X バンド X レイカヤック、 X レイって X 線。電気持ってます持ってます。海入ったら後がベタベタするからな。あとほとんど泳げないしな。一番最後に海で泳いだのは礼文島でトド島に渡った時ぐらいかな。あれが最後じゃなかったかな。もう 7,8 年前ですね。湿度 80% 超えてますからね。本当にムシッとしてますよね。海はあんまり綺麗に見えてないです。ちょっと緑色っぽくて綺麗なんですけどね。日の当たり具合かな。あと空が今晴れてないのでどんよりしてます。でも降ってないのは助かる。熱中症、そうですね、湿気があるからって水分が補給できてるわけじゃないんで。ジュースコーヒー100円って書いてある。どうつながってるんだ。まあ、山の中に入らなければ基本的に民家はそこそこあるんじゃないかな。で、今その前何か言われたらすみません、聞こえなかった。聞こえなかったが、聞こえなかったというか頭の中で解釈できなかった。で、風強いです。ああ、珍しい面白看板あったら紹介してください。面白看板ですね。そう、このマイクの風防はそんなに強力じゃないので、風がちょっと強いとすぐ風と入りますね。電車は昔走ってたっていうコメントがさっきありました。で、明石海峡橋も昔は線路が通ってたんですかね。で、鉄道がないので今までなかなか来る踏ん切りがつけられなかったっていうのもあります。礼文島はもう泳いで、トド島の方ではまあほぼプライベートビーチみたいな感じになってたからな。漁船でその釣りの仕事やってる人たち頼んで、宿のご主人が頼んで、で都合がつけばそう、トド島っていうちょっと離れた無人島に渡れるっていうツアーがあってですね。それでなんかちょうど泊まった翌日の朝にそれが実現してスパッと行くことができました。確かみんなで割り勘して1人500円ぐらいだったかな。500円か1000円か。そんなに。で、それがトド島ツアーって言われてて、連泊してた人はなかなか行けなかったんで、淡路島に生主さんがいるということですか。まあ、いるんでしょうけどね。こんだけ大きなところ。いや、特になんかその、生主同士のコミュニケーションとか、
は放送の趣旨ではないです、今のところ。あの拒否するってわけじゃないんですけどね、なんか放送のためにそういうことすることはないです。コンビニやお店があまり見かけないですね。コンビニはないですね。前佐渡島に行った時には、あれ佐渡島セーブオンだったかな、うん、天気は今のところ問題なさそうです。今この瞬間は夏ですね。だって7月ももうすぐ、あれ夏休みにはもう少しか、7月20日ぐらいからですよね、本州だと。関東の方だと普通は孤独、孤独で寂しいと思う感覚がまだないのが多分人間的に問題ある。野営のつもりではいます、今のところ。今島のまだ北端近く、トフトか、まだ全長の10分の1も来てないな。この西岸、西岸を走るにあたって、あ、県道、パトカーも見ないですね。巡回したりするもんなのかな。比較的、まあ平坦なんで楽だと思って、初日はこっちしようと思いました。ああ、コンビニ、まあ自販機はあるでしょうから、水分的には大丈夫だと思います。ところどころ集落があって、自販機もそこにあってっていうイメージを前提に走ってます。風が、あ、ファミマ補給しとくかな。一応朝の新幹線の中で駅弁食った時のお茶が半分以上余ってるんで、北端、端は淡いじゃなくて、今のは端っこの端の方かな。今の岩屋港ってとこについて、そこから北端をぐるっと回り込んで、あ、地元商店もいいですね、生き残っていれば。あ、あと1分、仕事が入った、連休は中止だし、中止だ。宿はいつにチェックインするの？宿じゃなくて、道の駅の軒先で泊まろうかと思ってます、今のところは。あ、そうだ、風呂の場所探してなかった。私は毎日風呂入らないとダメなので、風呂入らないと気持ち悪いので。まあ夏は大丈夫だけどな、入らなくても。まあ匂い的な問題あるとしても、夏は入れなかったとしても死にはしない。うわ、今カナヘビの尻尾青いやつを、大丈夫かな、今引かなかったかな。じゃあ次はここは個別に取ります。穴子屋さん、しました、本当に一般枠だったな。さて、じゃあマップ取り、やった、ブレーキ鳴いてる。再利用で、すごい蒸し暑さな、今日は急に蒸し暑い。枠が取れたよ。あ、ちちちち、来ました。来てたんじゃなくて一般枠だったんですね。こうして、でこれをこうして、はい、予約した？いや、予約してないです。
予約はしておりません。もう一般枠取り続けてもいいかなと思って。で、GoPro の録画も順調に続いてるの、OK。雪の船のあの様子が GoPro 撮れなかったのはちょっと残念。テンション高かったのに、こっちは。止まってると蒸し暑さがすごいです。今日30分ごとに切ろうかと思ってます。電波悪いかな。うん、いらっしゃいませ。いつつ切れるね。電波ですよね。FM エリアをコマンドラインじゃなくて GUI で今動かしてるんで、コマンドラインがどうしてもうまく動かせなかったんですよ。ん？部屋の？いらっしゃいませ。電波回復してきましたかね。おっしゃい。あれはもともとあの広角レンズなんですよ、本体が。淡路ビワ発祥持ち。そう、さっきもビワソフトあってもっと思ったんですけど、ファミマで補給しとくかな、水分。四国は結構何度も走ったことあります。油断すると。いらっしゃいませ。どうするかな。今お茶が3分の1ぐらいになったから、まあ一応やっときましょうかね。ひまわりだ。今ちょっと自分でも視界にとっくに入っときながら反応遅いなと思ったけど、ひまわりが咲いてる。北竜町ビワサイダーは前あの暴走で飲みましたね。おあれ熊鉢かな、でっかい鉢が。でもひまわりは実は小さいですね、花が。暑いから水分はしょっちゅう取った方がいいですよね。水分、そうですね。ビワサイダー我慢してると、昔は水飲むとバテるっていうのが通説で、見つけたら、まあお茶買っときますか。1リットルの紙パックのお茶も今の装備だったらあの収納することができる。暑いですね。いやー、風が今日本当に午後で、午後いっぱい使って50キロ走れるぐらい、走れるかどうかぐらいかな、この風だと。これ北上するときにはこれが追い風になるんだと思うんですけど、違ったらショック。結構向かい風ひどいです。まあひどいってまではいかないかな、まだこのぐらいだったら。僕夏蒸し暑いです。今日蒸し暑いです。あ、これあの一般枠で撮ってます。今日はもうなんか早速さっき FM リーグが途中で死んでしまったんで、もう30分単位でいいかなと思って。ガリガリ君は食べてください。どう、今の私ならガリガリ君。今の煽られますね、風に。いらっしゃいませ。まだ眠気が来ないな。睡眠時間足りてないはずなのに。逆向きにですね、ですね。で、和夜行まで戻る。普段トレーニングが一切しておりません。肌野さん。今ので5分以内だったかな、多分。やっぱり5分以内に肌野さんの持ち列が出ない枠はない。とか、逆に煽って、
それをなんかあの定例行事にしてしまうのも良くないな。風、うん。天気今のとこ持ってるんですよ。で、なんか持ちそうだから、GoPro も軽い状態にしようかと思ったんですけどね。新幹線は新横浜6時。お、自転車乗りだ。スモモ、あれ赤くなりましたっけ。こんにちは。割と軽装だから、あのジェノバだ。ジェノバラインのジェノバと同じなんですかね、これ。淡路食品流通センター。そう、6時です。四国？そう、新幹線3時間弱で。行くの、そうそう。あらら、倒れた。今の人は写真撮ろうとしてたのに倒れた。あのさ、NG。どんだけ増やしゃいいんだ。一応私が NG のあれ考えるときには、読み上げで音に分解した状態での、フィルターを考えてるんで、多少漢字を変えて回避しようと思ってもできなくなってます。あっち。何今の。あ、これ右行きたいな。行けるな。いらっしゃいませ。右に旧道みたいなのがあります。車来ない。というのと、味のある民家とか集落があったりするので、あ、そしたらファミマを回避することなのか。まあいいや。海水浴客はまだ見たいですね。それっぽい人たちはまだあまり見てないです。これなんて言うんだろう。野島、あれなんだろう、カエルの引きかな、引き裏とか読むのかな。お墓の地の土のところが虫になってるやつ。野島漁港、奥丹琵琶。さすがシェア、墓地ですか。墓地、墓地、いや、あの墓の字の一番下の土が。あ、大丈夫ですか。どうも。あ、久しぶり、ありがとうございます。断層、え、その地震のあれですかね。そう、地図便利。ただ地図がなかったら旅行できない。この紙地図久しく見てないな。一応 iPhone の中に自炊したツーリングマップ入ってるんですけどね。さすがにちょっと読みづらい PDF だと。地図はYahoo 地図と電子国土っていう国土地理院の地図のデータを持ってきてます。ナビあると私はそれが必須です。私は地図を読む努力をしてないので。ガーミンとオレゴン、新しいというのはイートレックスのやつかな。画面の大きさはオレゴンの方が解像度も高いです。ただ液晶自体の見やすさはイートレックスの方が上だと私は思います。あとイートレックスの方が小さくて軽くて電池の持ちが長い。店とか一切ないですね、こっちは。あ、引きの裏のか。でも引き割ってたな、よかった。お、タコっぽい。野島ヶ崎公園、うん、野島浜集会所。今日はどっか泊まります。野宿か、それか雨が降ったら宿かもしれないです。井戸端サロン、内容飾り物作り、参加費200円、日時が7月19日で場所がここ。淡路島にはどうやって渡ったんですか。
淡路島ジェノバラインっていう高速船で、自転車200円、大人450円で、すごいスピードで渡りました。今日海上は風が強かったんで、ゴプラ先ちゃんと動いてるの確認しました。大丈夫なはず。本当にジェノバラインのところが取れてなかったっぽいのが残念。平屋か。風が強い地域って聞いてますからね。2階だってあんまないんじゃないかな。海沿いは、あれどうだろう。あ、もちろん。でも、GoPro が止まっちゃってました。ん？何が安い？ああ。チキチキ対応みたいですけど、あんまりわかんないですね。光のなんとかさんいらっしゃいませ。トレトレ市場、モニターついてないです。オプションでつけることはできます。私はもう、適当に角度合わせて撮りっぱなししてるだけなんですけどね。でもたったそんだけでここまで映像が撮れるというのはいい時代ですよ。しかもケーブル引っ張って、ウエストバッグの中からケーブル引っ張って、あの電源外から入れてやれば、メディア32ギガで7時間撮りっぱなしできるし、次は結構リアルなリアルビュア、横から見るとちょっとなんか内臓っぽく見えて、あ、GoPro は Wi-Fi のやつ、あれオプションですよね。オプション。そう、なんか卑猥にも見えなくもないかな。2個目の、いや、もうそこ見えてます。ビワさん来てです。減速しました？猫車。じゃあここで1リットルお茶かなんかを買って詰めていきましょうかね。お、浮き輪、浮き輪、浮き輪が充実してますね。ここはアケビ、アケビは紫色ですよね。いつも駐車場広いって言われるの、私こういうの見慣れてますけどね。都会のコンビニの駐車場がなさすぎるんですよ。ふぐり、大犬のふぐり。じゃあちょっと買い物してきます。浮き輪すごい空気抵抗になるだろうからな。よいしょ。ガツミカか。あー、アイスか。でもさっき食ったばっかりだし。奥にあるの砂の山？おい、捕まるとか言うなよ。明日ポタリング行くんだから俺、笑いからく。レイパンの上白じゃ味あるよ、笑。淡路島唯一のコンビニです。嘘、笑。海水浴場だね。レイパンでコンビニ入っても大丈夫だよ。パスも使えるかな？レイパンでお店に入らなければ OK。ロングライダーは空力関係ないから、なんかはいてほしい。コンビニはパジャマでも入れるよ。何を買ってくるのかな？シャチ買わないのかな？レイパンって何？
トイレにメルトはうんしに行ったの？進んでるだろうな、わら。武器は？武器は売ってるってことは海パンや水目も売ってるのかな？葉っぱ一枚あればいい。第13くらいにランクインしました。霊パンのこと知らない人は平気でいいよね、わら。またに挟んで入ればいい。霊パンマグラブのスーツ。お姉ちゃん、ナンパ中じゃないのか？ネルオさんかな？いた、大王。レイバンのアンパン、つぶあん、つぶあんとや、レイバンってあれだ、サングラスのメーカーですよね。レイバン、わら、おいしいよね、わら。やっぱり医者顔、ブスきた、ブスカワきたー。いいブアン、レイバンの下にはパンにははかないんだよ。ブスカワ、でかいの買ったな、わら、おいしいよね。熱そうなコーヒー、アーバーンはまずいのに、わら、燃えるぜ、ブアン、バーン、これ第10くらいにランクインしました。脳みそバーン、バン。甘いのが食いたかったのね。お帰りなさい。バーン酸っぱすぎてつらい。バーン、ちょっとやっぱり少し眠気が出てきてて、なんか軽くだるい感じがするんで、ちょっとここらで一発一発。なんかですね、喉がちょっと渇くというか、炭酸物を飲みたくて仕方がなくなって、冷たくなるバンダナ。ああ、首元にやるやつでしたっけ。あと一枚。そう、頭に2台カメラ乗ってます。で、袋にシーブリーズ。どこの袋に？何の袋に？一体何の？喉が渇く、糖尿病ですか？糖尿病そうなんですか？私は糖尿病は遺伝子的に引き継いでる可能性が高いですね。今店内に養生いたっぽい。やっぱこれでしょう。湿度気温でかなり負担かかってる。コーラがですね、小さいのがなかったんですよ。吠えた。ハンバーの、いや、エネルギーは全然足りてないことはないんで。タンブラー見つかった。車内から吠えられました。でもこっち見てない時にも吠えてたから、必ずしも私だけが原因じゃないな。インスリンで、ちょっとこの1リットルのボトルはちょいでかいんで、こっちは捨てていきます。で、家から持ってきたカラペットボトルに残り500個入れとく。タンブラーは水筒のことですよ。あ、水筒。今1個目で入れたやつは、保温のやつで、まあ炎天下でも半日ぐらいは冷たいと思います。それタイガーの水筒。タイガーのあ、これサーモスっていうメーカーのやつです。結構有名なサーモス。昼寝して5分だけなら。缶の瓶用、キャップ用で、ペットボトル、燃やせるゴミ。燃やせるってあたりがまだちょっと弱いな。場所によってあれ燃やすゴミになってるんですよね。燃えるが燃えないか関係なくて燃やすゴミ。あ、そう、紙パックのお茶がなかったんですよ、ここ。ちょっとショック。あ、掃除は大変だと思いますよ。今一瞬足だけが出てきたんでびっくりした。ワクチン、あ、なんかアフリカをなんとか関係。じゃあちょっとバーンいただいてから走ります。うわ、なんかピンク色の気持ち悪い色の泡が出た。
炭酸梅。わお。キラキラ、そうですね。燃えることは燃えても有害なものが出たり、あと熱が出すぎて炉を壊してしまったり、焼却炉。ふう。しかしこれも一時的なもんだな。これ以上きつくなったらまたどっかで昼寝ですね。今そのきついってほどでもないんですけど。ファミマ中継中です。迷信ですか。そう、あの辺りも危険って言われてるのが本当にどこまで本当か分かんないんですよね。今はちょっと、ふう。ああ、袋かき氷、あの氷って書いてあるやつですね。あるある。淡路島っぽいとこありました。淡路島、まだそれらしい感じは分かんないですね。公園この先にあるんですかね。それはあの日が当たらないところだったらいいんですけどね。日が当たってると多分暑さで目が覚める。うん、玉ねぎ有名らしいですね。私も今回こっちのこと昨日調べたときに、なんか玉ねぎは有名って。雨の前だと思います。今話しかけられたように思われたな。ビア、爆酒。ツイッター的に最近あのビールクズっていうのが流行ったり、スーパービールクズが流行ったりしてるらしいですね。昼間からビールかくらってる人たちのこと。何が吸収しやすい。猫玉ねぎ確かやばいんでしたよね。オニオンリングか。ああ、なるほど、そういうのがあるのか。オニオンリングフライ的なものが。うん、昼ご飯どうぞ。ロスなし。ビルクズ、いらっしゃいませ。今のところで10分ぐらい過ぎたかな。あ、そうそう、クールビズの文字としてです。そうそう、ビールクズ。いや、予約してないです。あの FMLE がいつ死ぬか分かんないので、いつあのダメな枠になるか分かんないので。ん？何？海水浴場に一番近い駐車場っていうのがある。おお。北端県民サンビーチ。あ、なんかテント張ってる人いるな。しかし砂場でのキャンプは厳しいですよ、足元が。あ、テントじゃないや。なんていうんだっけ。ただの日よけのためのやつですね。有料駐車場。これからですね、この辺りは。時期的にはん？省エネルック。省エネルックって言われると、おお。海が、ああ、そうなんですけどね。私は今日は初日を楽なコースにするという目的でこの西岸を走ってます。ん？何を買わないの？あと総理。そうそう、電車クラブなのかどうか、なんかそっちの方向の私の頭の中に出てきたのは変態仮面なんですけどね。なんかクロスアウっていう感じの。あ、風車、あそこか。バイクですか。ん？バイク、私はあの自転車です。ロードバイクでもなくてマウンテンバイク。今やなんとなく世間的にはあの、ニコライブはあれ細かい設定ができなさそうで、外配信設定すると極端にビットレート落ちるんですよね。なのでまだ使ってないです。ヒックス粒子はあれは
なんだっけ、これまでの理論が発見されることによって覆されないことが分かるっていうだけだったっけ。まあ一遍なんか説明見たんだけどな。あ、こんにちは。さっきの人たちじゃないや。こんにちは。こんにちはって言ったら、はいって言われた。なんだろう、撮影してる題材として撮ってるから、はい、からなのかな、から、あ、分かった分かったって意味だったのかな。はい、カンカンカン、そもそもアトムで FMLE よりきついんですかね。証明されたっていう話なんですかね。誕生、なんかその新しいことが分かるものではないっていう説明をどっかで見た。今の修羅っていうのは、あの散髪屋さんみたいですね。美容室か。あ、重いんですか。じゃあ無理だな。今これギリギリいっぱいのはずです。あ、あの辺り造船所ですね。大崎造船。いや、あの、私は3日間ずっと淡路島の中をダラダラ走ってます。小豆島は、あ、もう残り3分か。尾道行ったことありますけど、放送でやったことはないです。あ、そう、私はなんかこの間筑波でご一緒した Z さんの言葉によると、まだちょっとしか時間経ってないはずなのに一日終わってるみたいなこと言われましたね。つまり、あの、時間を密に過ごしてるんじゃなくて逆なんですね。時間を素に過ごしている、時間をとても薄く過ごしていることになりますね。効率悪いとも言える。淡路島って1日で終わらない。淡路島1日で、あの、アベレージ20、30ぐらいで走る人だったら1日でぐるっと回れるんですけどね。私は今回じっくり楽しむために、あえてじっくり楽しむために。ミスチルとか好きですかね。ミスチルはミスターチルドレンがフルネームということしか知らないです。あとミスター、あ、ミスターじゃない、あれあれ待てよ、ミスターチルドレンでいいよな。だからミスターさんとチルドレンさんがいるんですよ。でもチルドレン複数だから、ミスターさんとその子供たちがいるんだ。あ、あの子行ってないです。あ、そうそう、元取らないと。今のところ走りやすいですね、結構。ん、瀬戸大橋、何の話、ん、あ、そうそう、ヒカルさんと源氏さんみたいな感じで。あれ、ミスター&、おう、炭焼きあんのこってこれか。あんなおいしい店とか、あんな感じのことですね。なんかたくさんのおばちゃんがあんなご焼いてましたよ。あ、私アンドロイドタブレットしたいんですけど、カメラがあれって外付けカメラ今んとこつけられないですよね。で、私ヘルメット視点がもう基準になってるので、今アンドロイド頭に貼り付けるわけにいかないしな。そう、鈴井、くずいさん、このくずなあ、くず、うん、左アナゴ、右カレーみたいな、うん、ライスとカレー、いや、いや、そうじゃないと思うな、それは。そう、そこだけ否定するのもちょっとおかしいとは思うけども。あ、そうそう、温泉。ミスマリ、そうそう、あ、終わった。なんて霧の悪いところで。太陽。ウェブカメラが外付けできたらな。今と同じことが続けられるのに。夏池ストア。あちち。あ、でもさっきのバーンがちょっと効いてきたのか、少し気分が楽になってるな。
あれ。枠が取れたよ。たわ。いただきました。話が見えてない。話が見えてない。よし。じゃあ続き。いらっしゃいませ。まだ雨降らない。OK。そろそろ花野さんが出てくるのでしょうか。5分も経たなかったな。花野さん、文字列が発生。こんにちは。ああ、走ってるのがよっぽど涼しい。淡路島に来れるもんなら来てみやがれ。アクセス的には結構難しいんですよね。難しくはないか。ただ自転車的に出入りできるのが今日通ってきたあそこのジェノバライン1箇所ですよね。確か徳島に渡るにしたって車じゃないと渡れないはずなので、都線あるのかな、あっちは。お、いらっしゃいませ。あ、今のはアーリーさんかな。決まるときますね。本気だ。走ってくるにしたって1日以上かかるんじゃないですかね。キャノンボールっていうのが東京大阪で20何時間とかじゃないんでしたっけ。いや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 、私は無茶ぶりは、私無茶ぶりはそんなにいいことじゃないと思ってるんで。ツイッター見てると結構あの無茶ぶりする人がかっこいいみたいな変な風潮ができてませんか。無茶振りしてる人は一人無茶言ってるだけなんですから。だから私はツイッター的にはそういうのには、そういうのからは一歩引いて見ております。あ、次逆です。ちょっといちいちワクワクあってめんどくさいですけど、あの FMLE がダメになってしまうのが30分以内に復活できるっていうメリットがあるということにあるので、日本語がうまくつながらないな。ふとふと、うん。お、いらっしゃいませ。ちなみに走行時間への影響に関して言うと、1枠取りあたり3分ぐらいは経つわけだから、5時間経ったら10回3分、30分か。ていうかまあ10分の1ぐらい時間ロスするわけか。割と大きいな。トマト、だからずっと市街地が続いてますね。おお。無茶ぶりはしらけるな。無茶ぶり、まあ、盛り上がることも多いんですけどね。あんまりやるのもどうかと思うんですよね。ちなみに、ですね、一番悪そうだったのは右下の山岳地帯のあたりです。まあ、山だし。あそこ海沿いになんかエリアがあったりなかったりっていう状態だったんで、あそこは放送せずに GoPro だけで走ることになるかもしれない。大食いとかもそうだよな。あ、そうそう、私大食い文化もあんまり好きじゃなくて、なんか何でも嫌ってばっかりですけどね。厳しいかな。パンジーじゃないといいのかな。確定ですよね、ですよね。そうそう、大食いはなんか、大食いもなんか無駄な感じが
無駄じゃないものしか許さないってことはないんですけどね。大食いも決して体にいいことじゃないし、食べ物に対しても失礼な感じがするので好きではないんですよね。衛星、屋根があったらダメになりますよね、多分その場合だと。あと月額料金がえらいことに。結構時間かかる、屋根枠取りって。枠取りそうなんですよね、手作業でやってるもんで。予約でも90秒。予約でも。開いた、次今日は延長できないの？今日は1アコート取るようにして見てます。あの FMLE が途中で繋がらなくなっても復活できるように。主にメリットはそれなんですけどね、これだけ。あ、これ右行ったらまた急道かな。うん、こっちでいいかな。1日の放送のロスは気にしないのに90秒か気にするのか。90秒、うん、うん、そういう南端のあの道の駅なんて言ったかな、あそこは。この道の駅、渦潮の道の駅の近くに温泉があるっていうコメントがさっきなかったかな、違う場所かな。私は風呂に入らないと厳しいので、あの気分的に。秘宝館は電波がつながらないのです。秘宝館、秘宝館、うん、いい感じ。お、これは岡倉の舞台じゃないかな。いや、神楽とは違うか。あ、電波いいですか。町内会掲示板、これは普通のなんか神事を行うとこなのかな。歌舞伎の舞台だったらどっちか完全に開いてるはずですよね。あっ、電波薄いね。あ、電波悪いのか。予約はできないの？いや、予約できますけどね。途中で FMLE がダメになったらもうそれっきりになるんで、予約した方がメリット大きいかな。やっとラグ縮んだ。あ、縮んだ。全体的に電波悪いみたいですね、平均的に言うと。お、小さい魚がいっぱいいる。こういう川沿いに山の方に行くのもいいんだけどな。一般赤だからカクカクだよ。今は良い感じだよ。多分ラグってる人が相当いる。あ、ラグってる。リロードお願いします。自動ではやってないのに今。車、それはちょっと前の映像かな。あ、温泉ある。クシラ、あれクシラの時そうなんでしたっけ。道の真ん中に蛇が死んでる。山の中じゃあるまいし。2分ラグはひどいな。ラグがありすぎて道案内できないな。急道、そう、今急道走ってます。昼飯食いました。しらす釜揚げ丼、丼だけだと500円、結構安かったです。
第29くらいにランクインしました。お、玉ねぎ。玉ねぎ、玉ねぎ。おお。こういう干し方するんだ。密度がすごいな。ああ、バカなっていうのは、そう、放送のために何かやるっていうスタンスも結構多いですね。それはそれで間違ってないと思うんですけど、人に迷惑かけたりしたら私はダメだと思うな。どこまでが迷惑か人によるけど、はあ、私はちょっとでも迷惑かけてる自覚があるとダメだ。これっていうのは先ほど玉ねぎのところかな。あれ面白いですね。全体でも結構な重量になるだろうな。リアクター、何リアクター。さっきから風があんまり影響がなくなってる。あそこまたでっかい漁港がありますよ。いらっしゃいませ。玉ねぎやニンニクはある程度乾燥させないと出荷できないから、うん、そっか、あれ乾燥させるとどうなるんですかね。よく分かってないんです。確かに玉ねぎは干してあるけど、アークリアクター、アイアンマン、分からない。アークリアクター、アークアークってそもそも何の日本語で言ったら何なんだっけ。お、またあっち行こうかな。ロボットさんですからね。ロボット電車的な。いや、私はロボット設定は特にあるわけではないんですけどね。あくまであだ名がそうだっただけで。蝶みたいなもんじゃないの。蝶、ロボさん高松晴れてきたからそっちも晴れるといいね。あ、高松、いや、こっちも結構今日当ててるんですよ。予想外に。アイアンマンって見たことないのかな。アイアンマンってなんだっけ。玉ねぎたくさんあるね。アメコミヒーロー。玉ねぎたくさんはさっきの映像かな。今の子はなんか変な色してたな。今日は道の駅で野宿にしようと思ってます。思ってるだけ。雨が降ってきたらくじけると思います。止まりません。いや、止まります。今日は止まります。道の駅近くに温泉あるのは北の方のだな。北の方のか。あ、そうか、キャンプ場があるから近くに。あ、山雨込みいいですかね。お、うだつは上がってないけどいい感じの家だ。で、パナソニックの店があって、あれ漁港に出る道ないのか。穏やかでいい場所ですね。いい場所ですよね。青森の主要産業を教えてください。主要産業、今店頭に何が売ってあった。野口製菓さんというお菓子屋さんにしちゃ赤飯250円とか書いてある。で、今店頭に見えたのが、甘いもの、でっかいエビせんというか、あのアジアの揚げたら膨らむエビチップありますよね。あんな感じ。青島は玉ねぎと牛じゃないの。お買い物。なんかやってますね、中で。懐かしの玉ねぎ小屋。あ、玉ねぎ小屋、さっきの。あれは何だろう。ちょっと店の中の人が作業してるんですけど、南淡路にはエビ渦潮村というのがあって、パリパリした感じのやつが気になるな。ちょっと聞いてみるか。アークは人の名前、人の名前に参加しました。そうなんですか。なんだ、また自転車乗りかって感じか。昭和の香り。またアイ
ちょっと見てきます。店の中ですね、物売ってるって感じじゃなくて本当に工場って感じなんですよ。ドブに脱輪したことある？おいのぶち、妙に焼けてるな。ベコニア、ケツ、なんか買うのか。のぞき。電話番号84って折半ください。南の道の駅には淡路バーガーというのがあるぞ。前のめり。もしもしロボさんいますか？入っていったー。デコった。もしかして会話中？玉ねぎマン、もう帰ってこれないぞ。チュンチュン。このコミュ力をナンパに使えば。てんでこ、今なくなったな、こんな証言。更新したら何か店に入ってたー、わら。118、それは確かに思うね、わら。今日もかっこいいですね。さて何を買ってくるのか、お泊まり交渉か、椅子か傘立てか。しかし2階の窓で書くね。向こうの世界に行ってもうた。前面窓、ロボさんの放送って5分おきくらいに更新しないとラグすごくなる。いからく。メーカー玉ねぎまんじゅうとかあるのかな。早く帰ってきてー。いい、正解は野口製菓。そんなに時間かかるものかよ。和むなー。提供、野口製菓。結構僻地が多いからねー。老舗中の老舗じゃないか。何やってるんだよ、若い女の子いたのか。ダブル。田舎のどかいなー。電話してみようかな、わら。おぬぬめ聞いてるかも。電話、わらわら。田舎の女の子ハスハス。若いおばあさんがいたんだろ。あんねってます。正解はマダムキラー。え、わら。すいません、話し込んじゃって。買ったー。なんか買ってきた。これ普通のおかきです。100円。さっぱりした顔で戻ってきた。どっかで食べよう。これおかきかよ。あと中でですね、今漁師の人からもらったっていうシラスをなんか釜揚げして、で干そうとしてるところだったんですよ。あ、できたてってうまいんだよな。せんべいの方がいいよ。茹でたばっかりのシラスを少し食べさせてもらってきました。なんかできたばっかりのやつは。誰か見てたぞ。見てた。口の水分、そうですね。釜揚げもいただきました。中はですね、釜揚げは単に店の売り物じゃなくて、単に漁師の人からもらったから今揚げて、釜揚げて茹でるだけなんですけどね。塩茹でして、でちょっと干して、あ、これは補給食で所々で食っていこうと思います。干して、で保存するんだそうです。保存なのかな。で中のメインの売り物はお餅系でしたよ。番よろし、番よろし、うん、締まりが単にそれ太ってるだけだろ。ん、釜揚げいただきました。つまんでいきなさいって言われて。なぜ思
お餅はですね、あれなんか氷してる感じではなかったですね。というのと、まあおかき買ったし、お餅は今いいかなと思ったんで、うん、中はですね、いかにもあの大昔から使ってる感じの、あのあんこ作ったりお餅作ったりする機械っぽいのがありましたね。この若い、こっちに渡ってきてから道の駅で結構若い女の子いっぱいいたな。なんかイエローな声してましたよ。あ、映りました。なんか後でモザイクかけのかなきゃまずいかな。道の駅に若い子いっぱいいました。もう吐いて捨てるほどに。なんかあれ集団で来てたみたいですね。若い子いたら教えて。どうしたら教えてって。ロバ。でもさっきみたいな店でああいう風にやり取りできるのいいですよね。皆さんには見せられなかったけど。幻覚が見える。あのシルエットは猫か。猫だな。女子とお友達になってください。女子とお友達になってよ。今の最近流行りのアニメのあれを意識したんだけど見たことはない。ああ、玄関に入った。ああ、尻尾しか見えなかった。そう、天気悪くなったら一周できない可能性高い。ただ問題は、鉄道がないんで逃げようがないんですよね。一周じゃ何してもどっちしろ北側の先を渡ってきたとこまで戻らないといけない。モンスラか。うわ、この匂い。ここもなんかシラスっぽいな。なんか小魚の匂いみたいなのがムッとしてます。ムッと。松光丸水産株式会社かな。おラモス、惜しい。匂い、結構匂いが強いですね。臭くはないけど爽やかに。今のクロスですかね。スペシャルのあのタイヤっぽかったな。で、ローソンあり。もうやらないけど。あれ、釘にって書いてあるな。確か鉄、釘とかの鉄は色を良くするために入れるんでしたっけ。一緒に煮るっていうのは。ん？モスラはあまりうまそうに見えないな。蝶とか蛾系はなんか体が芋虫系で生で食うのは厳しそうなんですよね。かといって茹でるとスカスカになりそうだし。どんな異性が、私の好みの異性が。過去に私が反応したものだけあげると、色白と、あと何だっけ、色白の他に何か言ってませんでしたっけ、やつは。何だっけ、挑発だったっけ。色白で挑発っていうと貞子みたいな感じ。あ、また自転車だ。曇ってますね。そう、車の上に。あ、月曜日。こんにちは。普通の、それは一日でやる淡い地ですね。そう、黒髪。日本人基本黒髪ですよね。多少茶色系はあるけど。ん？あ、反応は、今の人可愛かったですとか言う時の特徴。ぽっちゃりは行ったことあったっけ？あったかな？じゃあそうかもしれない。若い。うん、若いも多分言うだろうな。あくびで言うと、AKB で言うと鈴木さん。鈴木さんか田中さんあたり。初音ミクはあれ、黒髪じゃない。でもあれは白いな。だって血が通ってないし、やつは。
贅沢。とりあえず自分は今色白じゃないからな。色白でも長髪でもないから釣り合いが取れない。まあ、色白は夏走るのを我慢しときゃ。あ、田中が鈴木かっていうのはいると思ったからいませんか。たくさん人数がいれば誰かいると思ったんですけど鈴木さん、鈴木さん、そう、相手にも分かってる、そんなこと分かってる。お、ももクロで言うとももさん。田中レイナと鈴木愛理は AKB の人なのかな。あ、ハロプロ。あ、ハロプロって文字列も最近ニコ生の、あのタイトルとして見ることがある。なぜかあの自転車で検索するとハロプロっていう文字列の番組が引っかかったりするんで、結構自転車で引っかけると関係ない放送よく引っかかりますよね。あ、また出てきましたか。ちょっと待ちを。どれどれ。あー、ま、やっぱりこれ。よし、両面貼り付いてないんだなこれ。まあいいや、またかぶさってきたら教えてください。貞子、うん、ライスカレー、カレーライス。なんで同じこと2回言ってる。性格は明るい人、うん、桃花さん、いません。どっちだ。そうそう、桃さんと黒さん。もう残り3か。博多左遷、左遷カレーの唐揚げをご飯に乗せたどのカレーがいるんだろうか。うん、曇ってますね。でも雨は降ってないんで良かったです。いい天気とは言えないけど、とりあえず雨が降ってないだけでありがたい。メガネ買いましたよ。あんまり違いわからないかもしれないけど新しくしてます。うん、まゆみちゃん、お見合いか。見合ったらもう後に引けないですよね。今回のメガネは2万弱くらいでした。どんより。うん、どんよりです。いつまで夜までぐらい。でも本当に全部やってしまうと明日放送できないんですよね。この今やってるののバッテリーが切れて、しばらくしたら切るかな。だからこの緑の道しるべっていうのは何なんだろう。トラック、そうでもないです。アイドルオタクもそうでもないです。バンダナ持ってます。魚だなこれ。時間、バッテリーは、あと外部バッテリーは残り 2,3 時間ぐらいかな。バッテリー8時。ふぅ。魚、かっこいい。ん？でも今からだと子供が成人する前に定年か。うん。子供が成人する前にそうなりますね。そうなるか。ああ、そうか。そうなるか。でも、子持ちの人と結婚すれば、もうすでに独立した子供をお持ちの、いやそれは、魚、カニ、そうなんですか。あ、お疲れ様です。
終わりか。東京。あ、ちょちょちょ。ふう。あれ、10時ぴったり。あ、ちょちょ。じゃあ、枠取ります。これ見えてるの船かな。はよ。はよ、まだできない。まだできない。電波悪いか。いかがね、これ選択しないと服きついかな。ホテルニューアワジ。ニューアワジ。いらっしゃいませ。よいしょ。こっちがこうだ。間違えた。玉ねぎ重いんですよあれ。どうでしょう。ああ、上り底で出てないな。いや、いつもそうですよ。こう言ってますか。うん、真っ白。なんだろう。ギターが飛ぶとロボ。ああ、じゃあ進むか。紅茶飲んで。あ、また。あ、これ風で、いや、そんなでもないのよな。今、黒いですか。外しとくかな。今雨降ってないから外しとくか。これでいいや。簡単だよ。あ、コメントが今一瞬切れてたな。GG。あ、あと温泉が北の方にしかないんだとしたらまずいな。ん？バージョンアップ。にはリエゾン性厳しい。厳しいな。ガチ止まり。なんか、なあれがどこだっけ、押し止まりみたいだな。利尻島の。動け動け、繋がれ。
動いた？本当かな？あ、これ周回バスがあるのかな、島一周の。今移動中です。止まってると暑いです。コメントの脈絡が全く分からん。メンテでハゲたのか。頭と空。海見えないな。あそこから見える。数ヶ月前のロボさん、自己メンテで何をやらかしたんだ？何メンテ？海の色もパッとしない。曇ってるからリシリリシリ。まあ郵送してる時にはリシリとレブンは張り合ってたな。あ、離れてる。どっち側にあ、こっちから見て手前にあるか向こうにあるかによって違いますね。道の駅のあたりって結構登って下ったとこなんで、どっちにしろ離れてると汗かかなきゃダメか。まあでも風呂入ってるかどうかで随分違いますけどね。あとは道の駅にこだわらずにその先まで行くという手も。こんにちは。自転車のいるな、随分いるな。まあ3連休だし。au は意外なところでつながったりするみたいですけどね。北海道はまあ au、 北海道といえば au っていうのがまあ言われてたけど、今どうなんですかね。100マイルか。美味しそう。そう、こっちは琵琶湖じゃないです。ここは淡路島。あ、でも放送は全部できるかどうか分かんないです。今日の塾したら明日はで、バッテリー的に厳しいんで一部だけになるかも。琵琶湖の中央にもあわじ島ってなかったっけ。琵琶湖の中央に坊主頭にしてても今バンダナもしてるからな。いやらしいことすいません。弁天島っていうのは確か摩周湖の中央にあるやつは何だったっけな。屈斜路湖のやつは中之島だっけ。プゲラプゲラ。横浜へ。横浜へ。分からん。話が見えない。ここを右行こう。うん、ストレスですか。ですか。じゃあロボさんは
予約枠取ってみるかな、取るかな。あ、で今いらっしゃいませ。埼玉海鮮になってきた。今だけか。お、なんかでかい動物がいる。埼玉。でかくてちょこちょこ歩いてる。キャンプ場にコイン車はある。ちょこちょこ歩いてる。なんか足短いな。民家のあるところは電波がある。いいか。イノシシか。でかい動物映しました。映しました。なんか妙に歩幅が小さいのでした。キャンプ場、ああ、でも、ん？漁港はどこの漁港かな？あまりこの近くだったらまだまだ時間があるので、さすがにまだ進む。前の日はワクワクしてるかどうかわかんないんですけど、あんま眠れないですね。そう、ぬいぐるみっぽいやつでしたね。こちら31度記録しています。31度。ん？軽の松原海水浴場のキャンプ場は有名だよ。軽の松原は何端付近にあるんですかね。なんか風を受けてても結構暑くなってきた。前の日に計画立ってることは稀です。そう、稀ですね。今日も泊まるとこはっきり決めてないし、一応南端の道の駅が最有力候補。ファミリーショップ無計画わら。無計画、あのテント装備があればまあ最悪どこでも泊まれるんで、テント持ってきてる日は特に無計画ですね。特に気にしない。あれ、もっと海沿いの道がある。ブラッド淡路島。あ、でもこの先橋渡れるとここの道しかないな。充電は大丈夫？充電はちょっと丸2日だと足りないです。結構止まってないか。前私がこういうとこで時間が止まってる感じがしたのは、あれは佐渡島の北側のあたりかな。砂浜で天気が良くて風がなくて何にも音がしてなくて、あの時確か風邪ひいて昼寝してたんだ。そういえば旅行中に風邪ひいたのあの時だけだったな。サイン、まあサイン限らず田舎感素晴らしいとこいくらでもありますけどね。それプラスと取るかマイナスと取るか人それぞれだけど、私はそういう感じを楽しみに来てます。まあ住むのとは別だけれども。どうしたどうした。頑張れ。あ、そうそう、ため池みたいなのありますね。ってことは香川とかみたいにあんまり水が豊富じゃないのかな。だから溜めとかないといけないっていう。あ、お城がある。こういうところ今は車の音ばっかりだな。あと風が結構吹いてるんで、どういう音が背景で流れてるかよく聞こえないです。止まってみないとな。本当にお城がありますよ、あそこ。あれは個人宅にしちゃちょっと大掛かりすぎるから、なんでしょうね。ホテルにしても本格的な風に見えるけどな。ブラックバス、野池って言うんですね。自転車でいいですよね、いいですよね。時間帯になんで、なんでなんで。ほらあれお城、見えますかね。映ってるかな。
今ここは旧道じゃないです。淡路城、あ、本当はなんか地図に書いてある。あ、ちゃんと書いてある。あ、暑い時期、あ、暑い時間だからってことか。まあでも私は鳥目なんで明るいうちに走らないと厳しいですね。夜はちょっと読みが効かないんでライトはあるけどやっぱり走りづらい。本当に淡路城だ。見る、遊ぶ、学ぶ、キャッスルパーク淡路城。これは何でも草加かよ。あと何でも韓国かよっていうのもあるな最近。何でも中国かよ。あ、本当のお城の跡なんですか。登っていこうぜ。下から見るだけで私はいいかな。いいかな。入信しよう。本当に地図に書いてある。ただ点で淡路城って書いてあるだけだな。風景、いやいいかな、いいかな。見るだけ、見るだけ。ん？おじば？満喫した満喫した。ちょっとそう、時間が、お城を外から見るのはいいけど中から登ってまでっていうのはなんか今特にやる気にならなかった。今とりわけその気にならなかったです。特に特別に、特にっていうのはその特にいい特にじゃなくて、ならなかったっていうのを強調したくて言ってる特になんですよ。って伝わらないだろうな。そう、今日だけ特別になぜかやる気にならない。右の屋根が顔みたい。屋根が顔みたい。ああ、もう見えなくなってる。城を攻めようぜ。城攻め。お、トンボだ。市場。先祖は農民ですか。先祖は、私の先祖は、吉川元春という武将だか大名だかなんだかわかんないけど、なんかそういう人だったという噂がなきにしもあらずです。いや、ないのかもしれないけどわかんないです。吉川家なの？岩国藩ですね。吉川家、あ、そうそう、岩国の。無理か、それなら武家か。いや、噂だけであって岩国の方とつながっているとはちょっと考えにくいですけどね。そうそう、広島県の岩国の。洲本にも洲本城があるよ。あ、洲本、がっかり。噂の真相、偉いさんだな。そう、吉川広家の家系か。広家、あ、それ初めて聞いた。歴史的は今のところですかね。地図にもなんかただ淡路城って点で書いてあるだけなんですよ。おお、チャンス。またキーの目で見られた。ちょっと眉を潜めてる感じになんか表情に見えた。今の人の方向だという早いだろうな、追い風で。でも暑いに違いない。イブ、イブ、それはお医者さんのイに竹のブじゃなくて EV の方か。ん、頑張れ頑張れ。飛び出す看板だ。もうじゃないと思います。全然今中身考えずに答えてますけど、無謀じゃないです。頑張れ。測定、そうでもないじゃないですかね。車道はそんな狭くないし、
本当に狭かったのは、あそこなんて港だったかな、前ご近所ライダーさんが遭難した時の話、あの時泊まったあたり、あれ何岬っていうとこだったっけ、ハンちゃんさんに突された時だ。四国の徳島の近くのなんて言ったかな、僕の会社の吉川のこと、みんな言ってんのか、どこの吉川家も。ああそうそう、ガムテの家の中では、こうやって走った時の写真を見せながらスライドショー放送するのは家でやりますけどね。でもそれはツーリングから帰ってきて数日間だけ。ん？いや、マジかどうかわかんないです。ジロって伊豆の方にあったの。エスキモアイスクリーム屋さん、屋さんじゃないだろうけど氷屋さんがあった。そう、諸女の事情により。ゆかとチャンスは知ってるけど、あの浩二さんのことはよく知らないです。これまっすぐに近く行けるな、別にあの県道沿いに行かなくても。そう、サンクスモニカの歌はなんとなく知ってる。悔い改めろ、悔い改めろ、悔い改めよ。今前の人にそう言ってるように聞こえたかな。自転車乗って頭に何かつけたやつが通りすがりに悔い改めろと言い捨てて去っていく。聞こえたかな。怖くて振り返らなかったけど、ん？ツイッターで？ギャラクシーも私は電車の中で小さくなってます。ギャラクシー。元ボックス。車。でもこういうところ車移動が前提ですよね、皆さんは。あ、ありますね。見たいたいた。現れて通りすがりざまに悔い改めようという。アクセルに車間つうん、仕打ちってことか。お、アイダ、アジア電車今ないらしいです。アイダ、まあ、すぐそこにカラオケ喫茶アイスナックって書いてあるけど、とりあえずアイダネタとして。二面のあの岩の顔面ですね。岩だけに。あ、欲しくなくはない。あ、ライトあったっけ今。主人。中心、端っこ走ってますけどね。海沿いを。山の中に行く体力が、今日はちょっと多分体力足りない。明日回復するかな。あ、なんだあれ、パトライトが回ると危険信号。あ、キャンプ場ありますね。さっきのコメントにあったところかな。家族連れがいっぱい来てる。スイカ割りしてる。しかもそのスイカを、そのスイカをあのポリ袋で包んである。軟弱者め。うん、ギャルがそこであのシャワー浴びたりしてますね。乱入しよう。詳しくは映さないけど。食べ物は大喜利にということか。ロボさんが早起きなんてするから体調悪くなるんです。体調、でもそれしか新幹線空いてなかったんですよ、朝しか。水着ハスハス。水着。街の並木綺麗。羨ましか。羨ましか。うん、無料のが。そう、砂ごと、砂ごと。更新は結構ラグが発生しますね。電波はあまり今日は良くない。電波は良くないのか私が規制食らってるのか分かんないんですけど。
通信状況良くない。こんにちは。自転車何台目だこれで。こんにちは。走りやすそうな道だな。スイカは海に浮かべて叩き割るんだよ。浮かべて塩味が、なるほど。でも水、あの汁気のかなりの部分が失われそうですね。律儀かな。細かいと言われることはよくあるな。10個前、ああなるほど。いや、すぐ喉乾くな。時計回り、なるほど。帰ってくると早いな。ほとんど楽感じないけどな。うん。なんか雨の気配が全然なくなったな。あ、奈良さんいらっしゃいませ。今日蒸し暑いです。っていう話かな、今のは。なんて言われたんだろう。だ。いらっしゃいませ。あれ、風向きが変わったか。ん、セミ、導き倒してるやつらしいです。そこはあんまりちょっとよく調べてないんですけど、私は電池の持ちと、あ、また給湯がある。結構10キロも走ったかな、どうかな。九州は結構あちこちやばいことになってるみたいですけど、実家の博多の北の方は大丈夫っぽかったです。ガリガリ気味です。あ、すぐなんかまた炭酸を食いたくなる。炭酸食うじゃない、飲みたくなる。そんな飲んでたら糖分ばっかり取ってて腹たっぷたっぷになるの分かってるけど、喉が15キロ、そんな来ましたかね。じゃあ今日のルートの半分まだ来てないかな。あ、ペプシツイストってあのレモンの印が書いてあられるは何ですか。初めて見た。でもでかいな、350は。小さいコーラがあったらいいのにな。80円ぐらいで、80円で 200ml とかそういう感じの。あ、人がいた。スーパーとか行ったらあったりしますよね。ご当地、おお、びっくりした。虫が目の前通り過ぎて。うん。ペプシツイストは私初めて見たかな。前見たことあったっけ。今何が喉乾くて。スーパーありますよね、小さいやつ。日本セットだったりするけど。あのぐらいのサイズが飲みたいな。残り3分くらいです。あ、予約枠取ってみるか、間に合うようだったら。やっぱ塩飴と水最強や。あと1分か、間に合うか。ちょっと予約枠チャレンジしてみていいですか。ちょっと終了します。1分でいけるかな。配信が終了しました。潮風もあるし喉乾きやすい。炭酸1本飲みきれない年齢になりました。炭酸1本、いや何本飲んでると。予約する、間に合い、間に合ったか、間に合った。枠が取れたよ。うん、世話しないな。GoPro 6が大丈夫か、よし。お、猫だ。なくなった。
繋がらない。ツール再起動。枠が取れたよ。ああ、元に戻ってる。